昭和レトロ丸太チャンネル OK 元年積んだもんです。四国メタンです。今回は全国レトロ自販機旅19軒目、千葉県香取市の24丸商さんをご紹介いたします。いよいよ関東の御三家はコンプリートなのだ。品切れ等で食べれなかった御三家はリベンジしたいわね。そうなのだ。今回お邪魔した24丸商さんってどんなお店なのかしら。それが表現する言葉がどうしても思い出せないのだ。そしたら私も一緒に考えてあげるからヒントちょうだい。丸太さんが言うには地元の方に愛されていて、そうしたお客様を大切にして大事に守ろうとしてるお店なのだ。ほな、それはレトロ自販機の聖域やないかい。すぐわかったがな。でもわからへんねん。わても聖域やと思ったけど、丸太さんが言うには今時お弁当が500円以下で買えんねんて。うん、ほな聖域とちゃうか。聖域はそんな安売りせえへんからな。もう少し詳しく教えてくれへん。お客様が安心して利用できるようにちゃんとしたお約束があるねんて。それはもう聖域やね。でもわからへんねん。丸太さんが言うには鴨そばが300円で食べられんねん。こな、聖域ちゃうか。聖域は犯してはいけない神聖なところやからね。そんな庶民的な場所とちゃうからな。そうやねん。ということでマナーをしっかり守ってありがたくレトロ自販機を楽しませていただこうと思います。24丸商さんは千葉県香取市にあるお店です。麺類自販機、トースト自販機などレトロ自販機の御三家が設置してあります。またお弁当自販機も稼働していて、早い時間からお弁当を求めて地域の方がたくさん買いに来ています。ゲームコーナーも常連のお客さんがたくさんいらっしゃいました。店内動画撮影は禁止のため、お店の方に許可をいただき写真を撮らせていただきました。ありがとうございました。お店に入ってすぐ左手の麺類自販機は休止中でした。稼働していませんが大切に保管されていました。この自販機は以前天ぷらそばが販売されていました。見ているだけで懐かしいのだ。すぐ隣にもう一台あり、こちらは天ぷらうどんとラーメンを販売していたようです。どちらも300円。この値段を見ると一昔前に感じてしまいますが、実際今もこの価格帯で販売されております。お次はお弁当の自販機です。こちらは稼働しています。おにぎりや赤飯も販売してるのね。どれも食べてみたいのだ。豚丼弁当、焼肉弁当も美味しそうね。どれを食べるか悩んでしまうのだ。なんとその先にはもう一台お弁当自販機があります。ちなみに木曜日は定休日のようです。このラインナップすごいのだ。どれも魅力的で何を選んだらよいか頭がパニックになるのだ。しかも全部400円。こちらにも休止中ですが2台のお弁当自販機が展示してあります。ここから先は麺類自販機コーナーです。もともとは麺類用ではないと思いますが、麺類自販機が休止中なのでこの自販機で販売しているようです。こうやって販売を続けていただけるのはありがたいです。感謝なのだ。こちらはまず自販機で麺を購入した後にお店の方に頼んで汁を入れていただきます。出来上がるとお店の方がテーブルまで届けてくれます。麺類自販機のメニューは鴨そば、エビ天ぷらそば、かき揚げうどん、かき揚げそばのラインナップなのだ。エビ天そばも美味しそうですが残念ながら売り切れでした。ということで早速鴨そばを購入しました。かき揚げそばもかき揚げうどんも美味しそうね。今度来た時は前日から何も食べずにお腹を減らしていろいろ食べてみたいのだ。鴨そばが到着したのだ。それは見た目にも美味しそうで食欲をそそりますね。鴨とそばがめちゃくちゃ合うのだ。最強の組み合わせなのね。そうなのだ。次はお弁当を買ってみたいと思います。唐揚げだけで4フェースも受けているので絶対唐揚げがおすすめだと思うので
今日は唐揚げ弁当にします。しかも炊き込みご飯バージョンまであるので、もう迷う余地はございません。炊き込み唐揚げ弁当をポチッとな。やばいですね、めちゃくちゃ美味しそうですね。ちょっと感動してしまったのだ。これはお客さんがたくさん買いに来るのも当然ですね。しかも内緒ですが、ここだけの話、唐揚げがめちゃくちゃ柔らかくてジューシーでめちゃくちゃ美味しいのだ。マルタチャンネルなのだ。そばも唐揚げ弁当も食べましたが、ここでトーストを食べないわけにはいきませんね。あんバタートーストにダブルチーズハムトースト。この時点でどちらにするか悩んでしまいますが、まだまだ別の種類もあるのよね。そうなのだ。しかも当たり付きなのだ。もう一台のトースト自販機には卵サンドトーストとカレーチーズトーストが販売されています。もう全部食べてみたいのだ。ちゃんと両替機もあるので安心ですね。そうなのだ。ありがたいのだ。今回はカレーチーズと卵サンドを買いました。しっかりトーストされていますね。そうなのだ。この感じが懐かしいのだ。カレーチーズトーストの中身はこんな感じです。スパイシーなカレーとチーズの相性がバッチリなのだ。バッチリって死語なのかしら。そうかもしれないのだ。バッチグーなんて言ったらもはや意味不明なのかもしれませんね。時々X 世代の親父の片鱗を見せてしまうのだ。こちらは卵サンドトーストです。こんな焼き具合もいいんじゃないでしょうか。こりゃまた食べる前から美味しそうなのだ。こりゃまたとかわざと言ってるでしょう。同世代にも呆れられるわよ。ということで今回は24マルショーさんで4品いただきました。今回食べられなかったお弁当やエビ天そばはまた次の機会に食べてみたいと思います。レトロ自販機旅でせっかく千葉まで遠征したので、香取市観光をしてみたいと思います。香取市といえば、江戸時代に日本で初めて実測で日本地図を書いた伊能忠敬の旧宅があったり、水運を利用して江戸勝りと言われるほど栄えた佐原の町並みがあります。彼が作成した地図は当時としては驚異的な精度を誇り、作成後100年間にわたって日本で使用されました。彼の業績は今でも高く評価されています。正直佐原の町並みのことはあまり知らなかったのですが、めちゃくちゃ良いところでおすすめです。レトロ自販機のおかげで良いところを見つけられましたね。そうなのだ。自販機様様なのだ。香取市の佐原は江戸時代に利根川水運により繁栄した商家の町並みが残っています。佐原は古くから水郷の町と称され、1996年に関東地方で初めて重要伝統的建造物群保存地区として選定されました。小野川沿いや香取街道には江戸の文化を取り入れ、さらにそれを独自の文化に昇華した面影を残す町並みが今でも残っています。佐原の町並みは佐原が最も栄えていた江戸時代末期から昭和時代前期に建てられた木造町屋建築、蔵造りの店舗建築、洋風建築などから構成されています。佐原はとても魅力的な町ですね。次回の動画から東北地方、信越地方のレトロ自販機を紹介したいと思います。まずは東日本のレトロ自販機御三家のコンプリートが目標ね。そうなのだ。関東からさらに東北、信越の自販機を求めて旅をしたいと思います。長い道のりになるのだ。これからもまだまだたくさんの個性豊かなレトロ自販機のお店を紹介したいと思いますので、これからもどうぞよろしくお願いいたします。最後までご視聴ありがとうございました。皆さんの応援が励みになりますので、よろしければ高評価チャンネル登録をよろしくお願いいたします。それではまた次の動画でお会いしましょう。